じゃない？え、違うかな？いけ。どうや。やったー！捕まえた！めっちゃレベル低い。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、違う。メイン任務としては、このね、4つのプレートを集めていかんといかんのやっけ。湖のプレート、小人から聞いたプレートの手がかり、シンジ湖、リシ湖、エイチ湖のポケモンが関係しているようだ。エムリット、アグノム、ユクシー、3匹すべてを捕まえる。あ、捕まえる？これ、あれよね。あのなんか、伝説のポケモンみたいな感じのやつよね。なんか話しかけてきよったポケモン。でもってこっちも気になるんよね。え、これまた、あれか。大発生のやつ。次なる調査は群青の海岸での大発生だね。今度もよろしく頼むよ。サブ任務98、群青の海岸大発生の調査。群青の海岸の大発生ってやってなかったっけ？え、やってなかった？あ、気のせいかな。はい、準備いいです。ん？あ、やってないね。こんな展開はなかった気がする。集落の皆に頼まれた調達でお二人に会えるとはあれですな。今まで出てきたことありましたっけ？ポケモンをね、最後に移したのが結構前やけんさ。え、出てきたっけ？夕顔殿から聞きました。豪雨での大量発生を調べているとか。であれば、あれだよ、あれ。粘り玉がおすすめですぞ。あれが口癖な感じかな。あゆなは粘り玉を30個手に入れた。ポケモンに当てると相手の動きが鈍くなりますからな。私も集落の者に頼まれ、クラフト屋でレシピを買ったのです。さてと、私の鍛えた足腰であれば、凍土まで歩いてもあっという間ですな。凍土にその格好で行く気？絶対凍え死ぬけど。真珠団が銀河団の粘り玉をおすすめするなんて面白いよね。それじゃ、砂浜ベースに向かおうか。あれやな、ちょうど、この、群青の海岸でもプレート関係のなんかあった気がする。三つの団が揃ってのお祭り。皆の前で鈴木様とご一緒できるなんて夢のようでした。アイナちゃん、ガラナちゃんではなくて、ガラナが相談があるからって。何？ちゃん付けだらダメだったの？ええ、回もよろしくお願いしますね。近頃、被服島で気になることがありまして。被服島？乗り気ではなさそうね。何？暑いもん、そういうこと。私がお世話する島キング、ウィンディがいる場所なのに、帰ったらひどいこと言うのね。ああ、久々やね、ウィンディ。ガラナちゃん。いや、もう普通にちゃん好きやん。人前でその呼び方を応援しなさい。あ、そういうこと。あ、ごめんなさい。つい出ちゃうのよ。というわけで、被服島に早くおいでよ。待たされたらと、ん？いつまでもあそこで待たされたら溶けちゃうよ。待たされたらって言っても、あの子らも今から出発なんやろ。一緒に行けばいいのに。ん？めっちゃ雨降ってきた。あ、そっか。大発生の時には雨が降るって言ったっけね。大発生が起きたようだね。ハマレンゲさんが言ってたね。粘り玉があると安心だって。さあ、調査に取り掛かろうか。バンジュの実をゴンベに食べさせるなら声をかけてね。ゴンベにバンジュの実を食べさせると大発生で集まるポケモンがわかるから。これは、持ちきれない粘り玉は30個、あ、なるほど。え、さっきのさ、さっきの二人との会話は、大発生のクエスト上の会話？いや、なんかさ、こっち、違うわ。え、どこ？これか、あっとんか。このさ、被服島のプレート？あ、こっちの会話か、さっきのは。もうなんか、またわけがわからん感じになっとった。さっきのは、こっちのクエスト上の、まあ、ストーリーっていうことやね。多分これ、もともと、被服島のプレート
群青の目的ね、群青の海岸に向かおうやったはずなんよ。それが日吹島へ向かうに変わっとるけん進んだっていうことなんやね。なるほど、オッケーオッケー。んで大大大発生、え、どうしよう、どこ行こう。ここがとりあえず近い。違う、行くぜ、こっちか。オッケーオッケー。んー、あ、あれか、なるほど、ラッキーたちが。ちょいと待ってね、ピン外しとく。あ、待って待って待って。めっちゃ見つかった。違うんよ、そうじゃなくってね。あ、ってことはさっきのあの粘り玉やっけ、あれはあっちのプレートのやつで使うっていうことなんやね。え、私ラッキーも持っとったんか。え、も持っとるよね、ハピナスだけじゃないよね。ふんふんふん。ポケモン何タイプでいけばいいんかな。ハガネール、まあいいや、ハガネールあたりでいこう。そう、ラッキーは警戒している。まあそうよね、草むらから急激に出してから考えるんでもいいよね。あ、全然。全然。あ、ゴーリキーで行けばよかったんか。なるほど。じゃ、ゴーリキーにする。一番最初のポケモンを出すときからちょっと、ね、相性が分かればいいんやけど。いいファイト。あと一匹ずつやっつけるのがめちゃくちゃめんどくさいけん、もう数匹束でかかってきていただきたいわ。ゴーリキーで最初からいっか。え、何箇所やった？ 3 箇所はいかんといかんのやっけ。まだまだやみそうにないって言ったけん、まああれやけど。あと2箇所。さて、次。まあ、近く。この辺。次何かな？行きますか。あ、こっちよりも、よし。さささささささ、捕まえたことないやつがね、こういう時に出てくれたらいいんやけど。普段出てこんポケモンとか結構おったりするやん。あれか、ポッチャマじゃない？え、違うかな、ポッチャマじゃない？違う違う違う。え、絶対捕まえてないと思うよね。どれや、ドダイトスか。ドダイトスって草やったっけ。なんとなく色見れちょっと。アイテム、アイテム。ハイパーボール。ひー、かわいい。いけ。どうや。やったー、捕まえた。めっちゃレベル低い。めっちゃレベル低い。よし、いけいけ。大大大発生で出てくるポケモンさ、あ、ちゃんと草で合っとったわ。レベルの差えぐくない？そりゃね、この一箇所で、ここにおるポッチャマたちは多分、まあ、13、14ぐらい、なんやろうけど、よっ。あ、逃げた。逃げて終わるっていう。はい、そして、ここが近い。行こう。さーて、次は、誰かな？どこ？え、どこだ？こっちの下か。え？飛んでこ。石つぶてたちかな？あー、なるほど。ぽいね。石つぶてたちっぽいね。ってことはさ、なんか他におらん？こっちは？こっちは？あ、まだね、雨止んでないし、できるなら捕まえてない。え、ニャルマーたちってことかな？あ、ぽいね、ぽいね。へぇ。あ、もうなんか、出とる顔。こっちは？これはどこかな？え、どこ？
あっちか。ゴーゴーゴー。これは山の上？あ、上、うん？上か？この、あ、こっちか。浜辺？うわー。痛い痛い痛い。え、どこ？え、おらんくね？あ、あれか。待って、私、ブーバーは捕まえとるけどさ、あの、ブーバーの進化系は捕まえてないな。ってことは、あいつを、捕まえるべし。え、待って、隠れたい。とりあえず、え、この辺、これ隠れれとる？あ、隠れれてないね。え、これ隠れれとる？隠れれてなくない？絶対隠れれてないよね。ほら、めっちゃ見つかったやん、私。あー！助けてー。めっちゃ絶対攻撃飛んでくるやつ。あ、そんなところで。え、あの子欲しいんやけど、私。隠れさせろよ。隠れさせろって。見つけないでください。待って、あの子欲しいんよ。でも見つかったけん無理やね。待って待って待って。水タイプ、水タイプとか持っとった？あー、水タイプの技持っとる子はどの子？え、ディアルガとかパルキアとか持っとったっけ？わからんわからん。え、なに？瞬間移動してこんかった今。気のせいかな。え、わからん。ディアルガ。なに？毒？やめてや。でかくね君。ブーバーこんなにでかかったんやっけ？あ、今回はみんなレベル高そう。ってことはあのブーバーの進化系も、あ、地面でもいけるんか。なるほど。いえ、え、一発じゃない。あ、そっか、レベルが65やけん。そんな一発ではいかんのか。ねえ、やめてよ。アイアンテール。もしかして、めっちゃ刻むかと思った。ってことは、あの進化系はもっと強いってことやね。え、地面タイプでもいけるんやったら。え、わからん。え、昨日とか地面技持ってなかったっけ？持ってなかったんかな？いけー。ちょっと、何匹かいっぺんにこれん。あ、2匹いっぺんに来たんやない。え、3匹？ 3 匹？マジで？あ、待って、あれか。氷、炎、いかんやん。うん、いかんやん。そうよね。溶けますよね。じゃあまあ普通にリアル画でいくか。ねえ、あの子はなんていう名前なん？これ。今名前が、ブーバーンか。なるほど。今名前が出とる子にダメージを与えるんよね。絶対あれ横におるブーバーンにも当たっとるって。なんでそんなキロッとした。あ、次こっち？え、どうしよう。とりあえず、一旦ちょっとそのまんま使ってみよっか、ボール。なんか一発でやっつけてしまいそうな気がしなくもない？え、今のブーバーンの方に投げたよね。え、いった！マジで？あれ？もしや、初じゃない？あれ？捕まえてました？私。マジで？え、捕まえとった記憶がないんやけど。え、てか、おったっけ？あの子。え、普通にその辺におったっけ？あ、いや、匂いや。よかった、よかった。すんごい至近距離からのハイドロポンプ。お、これで、いけたよー。さ、ってことで、あ、とりあえず一旦ちょっとここのピン外しとこう。え、待って、あれやないん。まだ、あ、3、箇所やったら、必ず、雨が止むっていうわけではないんやね。なるほど。よいしょ。え、じゃあさ、3箇所終わる前に、雨が止んでしまうってことも普通にあるってこと？そういうなんか、時間勝負みたいなの無理なんやけど。無理なんやけど。普通に途中でタイムアップになりそう。そのうち。え、これどこ？え、これどこ？どのポケモン？あれか。
何やったっけあのポケモン、ペラップやったっけ、あれか、なるほどね。さすが調査隊だね。あんたを頼って正解だったよ。新手段からも情報を得やすくなったのも良かったよね。銀河団の調査隊はアイラだけではありません。お、久々。島星隊長の命令で博士とあれこれ大大大発生を調べているぜ。図鑑タスクもよく埋まるしな。そうなんよ、そうなんよ。図鑑タスク、絶対にあの集団は倒さんといかんわけやけん、めちゃくちゃ図鑑ね、更新されていくし、あと捕まえてないポケモンもめっちゃおるしね。何か分かったことある、分かったことがあれば、ぜひ教えてほしいものだね。もちろんです。だが情報を教える前に、ん？俺はもっとすごい調査隊員になりたい。そのため、アイラと勝負したい。え？イチョウの浜辺で勝負だ。なんとなく海辺は決闘っぽいからな。何それ？青春っぽいね、ちょっと。いいよね。青春じゃないか。よね、思った。